桂太郎、桂太郎、桂太郎、公下四年十一月二十八日、千八百四十八年一月四日、大正二年、千九百十三年十月十日は、日本の武士、長州藩士、陸軍軍人、政治家。階級は、陸軍大将。一階君等高級爵位は、十一位大君以降三級公尺。意味は清澄。病名は、ことぶき熊。 左中、号は会場。元老、井上薫とは、義理の親子の関係。小玉玄太郎、川上総六と共に、明治陸軍の三馬ガラスとされる。台湾総督、第二代、陸軍大臣、第五代、内務大臣、第十八代、文部大臣、第二十三代、大倉大臣、第十三代、貴族院議員、内大臣、外務大臣、 第17代などを歴任した。首相在任日数2886日は、これまでで最も長い、元老の一人であったという説もある。長州藩士であり、もう市への所留で重臣であった桂家の出身で、大江広元や桂元巣などの子孫にあたる。母親戦争に参加し、明治維新後、横浜語学学,学校で学び、ドイツへ留学。帰国後は、 山形有友の下で軍政を学んで陸軍次官、第三師団長、台湾総督を歴任した後、第三次、伊藤内閣、第一次、大熊内閣、第二次、山形内閣、第四次、伊藤内閣で、陸軍大臣を務めた。明治三十四年、1901年、首相に就任。日英同盟を締結し、日露戦争で日本を勝利に導いた。 西恩寺金持ちと交代で首相を務め、敬遠時代と呼ばれた。在職日数2886日は歴代一位。なお連続して在職してはいないため、連続在職の記録は佐藤栄作に譲る形となっている。明治33年、1900年9月15日には、拓殖大学の前身である台湾協会学校を創立している。また、 現在の独協中学校、高等学校の前身である、ドイツ学協会学校の二大校長を、明治二十年、1887年4月から同二十三年、1890年7月まで、勤め、第二次、桂内閣寺には、韓国併合も行った。長渡国阿部郡萩町、萩城下平安西へ日焼子、現、山口県萩市平安西へにて、 長州半州ままわり役、桂ツ一ヨイチエモ125国の着男として生まれる。母は同藩士、中谷家の娘、清子。桂は百は125国の上司の長男で、母の実家の中谷家は180国。叔父の中谷正助は、松下孫塾のスポンサーだった。桂は入門しなかったが、それは吉田松陰が軽視した時。 数え年で十三歳だったからである。しかし、中谷の老いであったことによって、桂ツがどれほど恵まれたかは、計り知れないものがある。幼少時に、阿武郡川島村、現、萩市川島に移る。万永元年、1860年には、藩の西洋式総連に参加して個体に編入される。家柄の良い桂ツは当初は、正規軍である、千吉茶隊に編入されたが、 原始元年、1864年、金門の変などにより、藩が、存亡の窮地に立たされる中、7月に、聖死毛利玄徳の故障役となる。第二次長州聖罰では志願して、石州方面で戦う。母親戦争では、大内沈部副総督、沢田目良の参謀天役や、第二大隊司令として、大内各地を転戦し、敵情視察や、偵察任務、 連絡役など、広報支援に従事した。秋田戦争では、まず、将来母親戦争春の陣で負け、大憂藩同盟の成立を許し、その後広崎藩にいる反することを拒否され、東北諸藩を説得できない、不甲斐なさに、野代では自殺も考えたものの、なんとか、久保田藩を新政府側に寝返らせることに成功する。その後、7月11日金山の戦いで、 仙台藩軍に壊滅的な打撃を与え、新城藩を寝返らせることに成功するものの、十四日には、人数では、勝っている、はずの新城の戦いで、堺井吉野城率いる庄内藩軍に負け、庄内藩や仙台藩相手に、新政府軍の増援が到着するまで、延々、久保田藩内で撤退戦を行わざるを得なくなった。なぜか、戦後は、その軍港が評されて、 商店録百五十国を受けている。彼の部下は約二百名だったが、戦死者が四十一名、負傷者が五十三名もいた。非常に高い死傷率と言えるが、隊長のカツラは、かすり傷一つ負わなかったという。明治三年、千八百七十年八月、カツラはドイツに留学した。ただし、商店録を元手にした、私費留学であったことから現地での生活は、 かなり苦しく、ヨーロッパ施設団のため、ドイツへ来訪した、木戸高義を訪ね、寒避留学への待遇切り替えを依頼している。木戸は、桂の叔父、中谷正助とは親しくしていたため、中谷のおいである桂にも目をかけていた。だが、木戸は帰国した、明治六年、1873年7月、清掃の合間に、桂のために切り替え手続きを行ったものの、 桂は10月半ばに留学を打ち切って帰国した。木戸は陸軍卿の山形有友に依頼し、桂を陸軍に入れて大員に任命した。焦点力250国を受けた軍歴からすれば、左官クラスであるが、山形の君が留学中に、陸軍の秩序も整って、初任の場合はいきなり左官にしないことになった。しばらく辛抱してくれとの慰めに対し、桂は秩序と規律は、 軍の根幹であります。大尉ではなく少尉の方が、陸軍のためには良かったと思いますと返答している。さらに、陸軍の交流策についての家門に対して、帰国して、日が浅いので何とも言えませんが、徴兵制が実現したことは近海に存じます。あとは兵士を、どう訓練するかでしょうと返答。これを聞いた山形は大喜びだった。大村松次郎が発案した。 徴兵制度を推し進めていた山形は、地族出身者から白眼視されていた。桂は山形の派閥に組み入れられたが、桂の木戸に対する気配りは大変なもので、駐在武官となって赴任したドイツからも月に一度は手紙を出し、珍しいものを木戸夫人宛に送った。また、木戸宛の宛名には、木戸尊大臣様閣下になっている。 この行業しい継承には帰って喜度の方で驚いたに、違いないが、桂にはそれを平然とやってのける図太さがあった。以後は、山形の引き立てもあり、順調に昇進を重ねた。日清戦争には、名古屋の第三師団長として出征した。1896年その後、台湾総督を経て、第三次、伊藤内閣で、陸軍大臣になり、続く、第一次、 大熊内閣に次ぎ、第二次山形内閣でも陸将と共に山形の参謀閣を務め、明治33年1900年に発生した義和団の乱では中国に軍を出動させた。8月に動乱は終結したが、複雑な国際関係の中での出兵と国内の清掃に振動を感じた桂は中央から距離を取るために天地療養に入った。 10月に第4次、伊藤内閣が成立すると、桂は離職の意思を示したが、明治天皇に一旦は遺留された。しかし、立憲政友会与党の内閣に違和感を感じた桂は政務に関与せず、再び辞意を示して12月に、小玉玄太郎と交代した。伊藤博文は4回、山形有友と松方正義は、各2回の首相経験があり、 殺懲罰の大物で残っているのは、西郷継ぐと、井上薫の二人である。西郷は例によって、兄、流星を持ち出して断ったが、井上は引き受ける決心をし、対面を受けて、組閣に取り掛かった。財政難を切り抜ける手腕のある、大倉大臣を誰にするか。優れた、作戦家だが、軍政には適していない小玉を変えるかどうか。 井上は蔵商に、渋沢栄一、陸将に、桂の再任を求めたが、両者に拒否されて、あっさり組閣を断念した。元動会議は桂を押し、明治天皇は桂に組閣を命じた。明治34年、1901年6月、海商、山本権兵衛と、陸将、小玉玄太郎の留任を除いて、小粒の内閣が発足した。 蔵商県外務大臣の曽根荒助を、はじめ、初めて大臣になるという官僚が大半で、その多くが内務省出身の山県抜官僚であった。世人は、小山県内閣、第二流内閣と揶揄したが、桂は、批判に対して勅命が降下したのだから、仕方がない、というスタンスを取り続けた。桂は、首相就任と同時に、予備役となるはずであったが、天皇の意向により、 現役であり続けた。桂は9月に、小村寿太郎を外相に寄与した。日英同盟締結を推進するためで、桂は、自伝で、自分と小村とは、日露問題の解決は武力によるしかないと、最初から覚悟していたと語っている。もっとも、この自伝について、山形は、桂本人に、都合のいい作文みたいなものだと酷評している。1901年には、後に、 日本商工会議所の前身となる商業会議所の設置法を成立させ、各地における50名以下の選出議員からなる商業会議所の設立を推進した。この商業会議所制度は、後継の商工会議所法により廃止される1927年まで続いた。現実に日英同盟は日露戦争において日本に有利に作用し、戦争そのものは、 海軍の東郷平八郎、陸軍の大山岩尾の働きで勝利した。米国ポーツマスでのロシアとの和平交渉、ポーツマス条約は陰で、東領セオドアルーズベルトを動かした金子健太郎の努力で何もかも成功した。桂は明治天皇から参謀総長であった山形の頭越しに戦争指導について、指順を受けるなど、戦争運営を通じて強い信頼を得、 自信を深めていった。桂は首相として賞賛されるべきだったが、国民的人気は湧かなかった。戦争の実情を国民に秘得していたため、賠償金は取れず、割譲されていた領土が、カラフト南部だけという結果に、民衆が不満を持っていたからである。講和条約の内容に関する薄席に橋を発する、日比谷焼打事件も、この第一次、桂内閣の末に起こっている。 その後、桂は、西恩寺金持と交互に組閣、敬遠時代し、明治四十一年、1908年7月から同四十四年、1911年8月に、第二次内閣、大正元年、1912年12月から同2年、1913年2月に、第三次内閣を組閣る。この敬遠時代は、立憲政友会の原隆史との工房と、上位統合。 名優であるサオンジとの信頼関係のもと、長落する元老世代からの自立を図った時代でもある。第二次内閣の時代には、韓国併合や大逆事件による社会主義者への弾圧、関税自主権の回復による条約改正の達成などの業績を残した。だが、それは山形との間に微妙な亀裂を生み始める。二度の内閣での実績を盾に、 山形からの自立を図り、さらに反政友会勢力を結集させた、桂新党までも視野に入れた、桂だったが、山形はそれを許さなかった。山形は、明治天皇の崩御、死去に、より急遽海外視察から帰国した桂に、新帝保育の重要性を解き、内大臣権自重長として宮中に押し込めることで、桂の政治的引きを図った。だが、 二子師団増設問題を、桂は巧みに利用し、第二次、西恩寺内閣の当閣後、山形自らが桂を擁立せざるを得ない状況へと誘導する。だが、第三次、桂内閣の時に第一次五憲運動が起こり、これに対して、桂は、桂新党構想実現のための新政党、後の立憲同士会を立ち上げて対抗しようとしたが、達成できないまま2月20日。 わずか62日で退陣を余儀なくされた。その後は、病状が悪化し、6月には、葉山、鎌倉に転地し、8月には一時用退院が証拠となり、9月に、三田の本邸に戻る。10月には、脳血栓を起こし、10月10日の午後4時に死去、去年67、遺体は、遺言により死後解剖され、死因は腹部に広がっていた癌と、 東武道務役決戦であると診断された。葬儀は10月19日に増上寺で行われ、葬儀の改装者は数千人に上り、8ヶ月前に桂を倒したはずの民衆までも退去して押し寄せた。墓所は生前の桂の遺言により、吉田松儀を祀る松陰神社、東京都世田谷区に隣接して建立されている。 桂太郎はニコポン最小と呼ばれた。命名者は東京日日新聞記者の大野健一郎で、桂がニコニコ笑って肩をポンと叩き、政治家や財界人をと名付けるのに巧みだったため新聞にそう書いたと言われている。背が低い割に頭が大きく腹が膨れた姿が七福神の大黒天に似ていたので、大黒様巨頭公と呼ばれた。本生は、 大江氏。日本の名家、名門人物系府総欄246ページによれば、3回結婚、5男5女を設けた、うち1人は愛人との間に設けた書士。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。